女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大樹の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。どうして。お前なんかに手こずってる暇はないんだ。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけだ。そうじゃなかったらさ、この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。やる。この班の今は俺の監視者。やる。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。どうして。早い。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。がしやがこれ以上近づかれるな。まとめて相手して。俺の敵じゃない。行く。まとめて相手して。
知れないのに。俺の敵。すみません。後方に回って巨人を止めます。感謝します。後ろは任せてください。なるほど。やるしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。ブラ様を見殺しにして逃げろって。する理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。やだ、押されてるじゃない。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。ヘッド、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今！まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。分かったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいるやつと会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。
あの長官、ふざけた命令しやがって。当初の兵站拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと？目的も何も分かりやしねえ。ジャン、それじゃあどうするの？どうするって、そりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろ、アルミ。何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。ジャン、僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近。し、行くぞアルミン。巨人接近。ここで食い止める。各員戦闘開始。かけてごめん。森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づく巨人を排除せよ。巨人を森の中に入れなきゃいいんだろう。防衛班がやられて巨人が森へ入っても僕らの負けだ。頼んだよ。死守しないと。ファンが苦戦してるみたいだ。負けるもんか。どうしよう。頼んだよ。こんな場所じゃ立体起動装置が活かせねえ。負けるもんか。何のつもりだ。頼んだよ。負けるもんか。落とせたぞ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。なんかないぞ。頼んだよ。分かったぜ。まだだ。頼んだよ。よし、周囲の敵はなんとかやっつけたぞ。巨人の大軍が接近中。現在索敵班が足止めしています。僕だってやってやる。まだ時間はある。頼んだよ。他にできることはないか。負けるもんか。逃げるわけにはいかない。誰か援護を。手を貸しよう。救援要請か。待ってろ。今ならやれるはずだ。こっちはもう大丈夫だ。クリスタは欠員が出た班の援護に回れ。はい。アルミ、私も一緒に行くよ。ああ、助かる。よし、行こうぜ。頼んだよ。分かったぜ。負けるもんか。シータか。行くぞ、シーベ。はい、やりますよ。頼んだよ。深淵弾だ。助けないと。今ならやれるはずだ。
助かりました、アルヴィン。私たちはここを守ってればいいんですね。行くよ、食べろよ。分かったぜ、負けるもんか。同期の連中は明日だろうな。やったぞ。あっちは苦戦してるみたい。しつこい巨人め。誰か手を貸せ。今助けるから。あっちはコニーのいる班か。向こうにも配送があったはずだ。確保すれば有利になる。今ならやれるはずだ。よかった、無事だったんだ。シンペイ、お前はそっちの班の援護に行け。ここは俺たちに任せろ。はい。おい、クリスタ、お前についていく。逆に立てた。くそ、負けてたまるか。シンペイ、無茶するなよ。あっちは追い詰められてるみてえだ。撃破！今ならやれるはずだ。すまねえな、ここは俺たちの班が守っておく。ああ、頼んだよ。敵班が突破されたようだ。巨人が来るぞ。各員、巨人を一匹も森へ入れるな。死守せよ。頼んだよ。分かったぜ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。分かった。飛行士だ。
俺たちを無視して森へ向かっていく。まずい、止めなきゃ。かかってこい、アホ。やったぞ。怖くなんかないぞ。頼むよ。巨人に、わかったぞ。やがれ。狙い通り。頼んだよ。頼む、任せた。補給物資、配置完了。役に立てた。僕だってやってやる。頼んだよ。わかった。役に立てた。僕だってやってやる。勝ちだよ。はい、負けるもんか。頼んだよ。わかった。勝ちだよ。役に立てた。作戦はまだ終わんねえのか。頼んだよ。巨人が出てきたぞ。奴を森に入れちゃダメだ。止めないと。
なんとかなった。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。巨人を死守せよ。全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると。俺の班のところへ戻る。奴ら、そう遠くへ行ってなければいいな。待て、リヴァイ。ガスト、時間が惜しい。十分足りると。命令だ。従え。了解だ、エルヴィン。お前、エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。以前君が言っていた推論を思い出したからだ。超大型巨人が消えた時、中身は立体起動装置をあらかじめ装備していたから、蒸気に紛れて素早く逃げられた。今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んでいたら。
リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。グンタさん、止まるな、進め、エレンを守れ。メラタの中身が、それとも複数いるのか。ヤクモ、かかってこい。刺し違えてでも倒す。やはりか、来るぞ、メガタの巨人だ。今度こそやります。俺が奴を、やってやる。ダメだ、巨人には無理だ。俺たち3人でメガタの巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。俺も戦います。これが最善策だ。お前の力はリスクが多すぎる。待ってね、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの。いやです。俺は戦うことを選びません。人間のままでもグンタさんの仇を取れる。いい加減にしろ、この分からせろ、クソガキめ。エレン、仕方ない、俺はやれる。俺の指示には従えよ。巨人の力も使うな。私たちのそばから離れないで。Okay.
3人で目方の巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。俺も戦います。これが最善策だ。お前の力はリスクが多すぎる。なんだってめ、俺たちの腕を疑ってるのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの。嫌です。俺は戦うことを選びません。人間のままでもグンタさんの仇を取る。いい加減にしろ、この分からせろ、クソ姫。エレン、仕方ない。俺の指示には従いよ。巨人の力も使うな。私たちのそばから離れないで。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを殺す。
信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もう一人と前に戦っていれば、岩井兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ。死んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。フフ。
てエレン、行かないで。追いかけないと。追いかけてあの女を殺。待て、落ち着け。一旦離れろ。この距離をうなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず目型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。行く。やる。面談。苦戦してやがる。救出だぞ。確実に救うために奴を疲弊させろ。お前ら腹をくくれ。俺は今女型の巨人を追って、邪魔な奴らを排除する。わかりました。私頑張ります。面白い暮らしやがる。奴も少しは苦労した。それほど食欲はないようにして。俺の救援要請無視はできない。相手して。絶対にエレンは生きてる。お前ら
体勢を立て直す。周囲の陣の討伐を頼みたい。はっ、全力で任に当たります。まとめて相手して。俺の敵じゃない。エルヴィンの判断通り補給しておいて正解だった。苦戦してやがる。片付いた。次は目型だ。行く。どうした。何が起こってやがる。俺はどうしたら。お前ら腹をくくれ。無事なら手伝い。周囲の巨人を倒すんだ。任せてください。やってやりますよ。エレンを、エレンを返せ。救援要請。無視はできない。さっきの巨人どもが邪魔を。まず殺しておくべきだ。手を貸せ。周りの巨人の排除を頼む。リヴァイ兵長、お前ら了解しました。腹をくくれ。ヤツの回復が追いついた。そしてエレンは絶対に生きてる。絶対に生きて助ける。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。
お前の大切な友人だろう。エレン。女型。逃した。なんで。みんな。一体。作戦は。失敗した。今は休んで。もうじき。壁に着くから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。あ、かっけー。あんなにボロボロになっても戦い続けてるなんて。リヴァイ兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。やれやれ。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミン、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか。このままじゃエレンは殺される。ウォールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの。いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。
兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。まったく傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの。兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの。捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの。今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。雲、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。
兄とは直接は戦わずに、うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。助かった。悪いな、アルミ。Thank you.
行きましょう、エレン。悪いな、アルミ。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ないだ。世界は残酷なんだから。正体があるよ。
すわけにはいかないんだ。壁を乗り越える気か。行かせない。兄、落ちて。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。